昨日は先生方に見つかる前に戻ってこられてよかったですね。そうだね、バレてたら今頃は部屋で謹慎になってたかも。あ、それはそれで舞ちゃんと二人きりで過ごせるからいいかも。よくない、それ私にかかる負担が大きすぎる。否定しません。二人ともひどくない？そこうるさいわよ。時間になったので、これからは自由行動になります。とはいえ、湖の近くは危険ですから、落ちないように気をつけてください。必ず決められた時間までには寮へ戻るようにお願いします。それまでは各自で自由に過ごしてください。では皆さん、楽しいひとときを。やった、自由行動だ。二人ともどのあたりに行く？私は別にどこでもいいわ。リリアナは？私もマイさんたちと一緒ならどこでも。じゃあロットの知ってる湖の絶景ポイントにでも行ってみる？それは楽しみです。よろしくお願いします、ロットさん。それでね、こっち側から見ると日の加減ですごく綺麗なんだよ。悪くはないかな。もうクールなんだから、もっとロットを褒めてよ。でもマイさんもここが気に入ったみたいですね。まあね。マイちゃんとデートってことで、絶景の中でロットを膝枕してほしいな。枕ならそこにちょうどいい石があるわよ。マイちゃんが冷たい。当然の対応でしょ。見ても楽しいですね。楽しくないよ、意外と当事者は。そうですか。
そびれてたんだけど、前回の礼拝の夜の時に何か変わったことってなかった？いいえ、特に何も。ずっとお祈りを続けていただけです。そう、ありがとう。あれ？あそこにいるのって。ビクトリエとチツバだね。手をつないでるけど、仲直りできたのかな？はい、きっとそうですよ。本当に良かったですね。人騒がせな。やれやれ、もう安心かしら。いいよね、恋って。そう、私にはわからないけど、舞ちゃんにはぜひとも分からせたいんだけどね。このお腹のあたりがキュンってする。そんなのは分からなくて結構。ほら、あまり見てたら二人に悪いわよ。ああ、うん、そうだね。少し早いけど、ロットたちは寮へ戻ろうか。帰ろうか、リリアナ。はい、そうですね。あ、二人だけでずるい。ロットも手をつなぎたい。じゃあロットさんはこっちの手をお願いします。うん、まあ仕方ないか、リリアナが真ん中で。珍しく大人の対応だね。ロットの方がお姉さんだしね。そうだっけ？ロットの方が子供だと思ってたわ。そうですね。
あのね、ビクトリアちゃん、昨夜のことなんだけど、ミドラ先生に呼ばれて、何をしてたの？え？あの時のこと？ちょっと、いろいろあったんだけど、チツバちゃん、聞きたい？しても知りたいから。うん、いいよ。チツバちゃんは親友だしね。あのね、昨夜は、それってどういう意味？冗談だよね、ビクトリアちゃん。ううん、本当のことよ。あ、口止めされてるから他の子には内緒にしててね。ちゃんは親友だから教えたの。ビクトリアちゃんは。え？なんでそんなひどいよ。ねえ、どうして嫌がるの？当たり前だよ！ビクトリアちゃんは私にとって特別な人で、だから勇気を出して付き合ってほしいって言ったのに。ああ、そんなに興奮しないで。ほら、落ち着いて座って、チツバちゃん。特別だと感じていたのは、私だけだったの。本当は、私なんて好きじゃなかった。ううん、チツバちゃんも大好きよ。でも、あの方も私にとって特別なの。チツバちゃんもミドラ先生と話してみるといいわね。そしたらきっと私が言ってることもわかるはずよ。ビクトリアちゃん、チツバたち今頃はうまくやってるかな。